ブートストラップとは一般的な用語として外部の入力を必要とせずに実行される自己開始型のプロセスを指す。コンピューターの分野でこの用語は電源投入後あるいはリセットの後にコンピューター上のメモリーに基本的なソフトウェアを読み込むことを指す。特に必要に応じて他のソフトを読み込む役目を持つオペレーティングシステム自体をロードすることを指す。 コンピュータの起動に関しては詳細は、ブートの記事を参照。起動以外に、コンピュータ関係では、ブートストラップ問題などといった語もある。コンピュータ以外にも、電子回路における手法を指して使われるものや、統計的推論の手法である、ブートストラップ法などといったものがある。語源や書質については次の節で述べる。吐き口にブートストラップのある、ブーツ性の高いブーツでは、 その上部に指やブーツフックを引っ掛けて引き上げるためのつまみや輪がついている。自分でブートストラップを引っ張って自分を引っ張り上げるという表現は19世紀に不可能な動作の例えとして存在した。その表現は少なくとも1834年、労働者の呼びかけにおけるマーフィーは今や自分のブーツのストラップを引っ張り上げてカンバーラウンド側、 あるいはナヤのフェンスを越えられるんだろうという表現が見られる。また、1860年、刑事上学的な言及として、思考がそれ自身を分析しようとする試みというのは、人が自分のブーツのストラップを引っ張って自分を持ち上げようとするようなものだという表現がある。1922年、ブートストラップは人の手を借りない努力で自身を より良くするという意味の比喩として使用されている。この比喩表現は、他の助けなしに行われる、自己維持のプロセスを指す一連の表現に、新しい比喩表現をもたらした。ミュンヒハウゼン男爵は、自身の髪を引っ張ることで沼地から脱出する。この用語は時に、ルドルフ・エイリヒラスペの、ホラフき男爵の冒険に帰すると言われるが、この物語の中で、ミュンヒハウゼン男爵は、 ブートストラップではなく、自分の髪の毛を掴んで自分を引っ張り上げることで、沼地から抜け出している。ミュンヒハウゼン男爵の物語のあらゆる版のどこにも、ブートストラップへの明確な言及は見つかっていない。エンジニア文化には SF からの影響が見られることがあるが、日本では、字の門という放題で知られる、ハインダインの小説の現代は、バイヒズ・ブートストラップスである。ヤン・フリーマン。 ブートストラップスバロンミュンヒハウゼン、ボストンドットコム、ジャニュアリー27、2009なお、アンソロジー収録時にザ・タイム・ゲートという題とされたことがあるので、放題はそちらからとも思われる。ありがとうございます。